9年ぶり3回目の日本一となった日本ハムファイターズ。その栄光は大谷翔平選手の活躍がなければなかったことでしょう。彼は投手と打者の二刀流としてチームを引っ張ります。投手としてはプロ野球最速の165キロを記録し、打者としても打率3割を超えるなどまさに怪物というほかありません。プロ入り4年目で早くも年俸2億円を突破した大谷選手の来年の年俸は、6億円だとも噂されています。その一方で、大谷選手の生活が質素すぎると大きな話題になっています。何やら1ヶ月の生活費が1万円ほどなのだとか、1ヶ月1万円生活。大谷選手は寮生活のため、食費や光熱費などがかからないそうです。誰かと食事に行った時も、おごってもらうことが多いらしく出費はほとんどなし。これといった趣味のない大谷選手は、休みの日も基本的に寮にいるそうです。20歳の時に栗山監督と約束した、外出許可制、も、外にあまり出ないためどうなっているかわからないのだとか。年俸は岩手に住むご両親が管理しているそうで、月20万円の仕送りで生活しているといいます。その10万円も使い道がなく、ほとんど手つかずだそうです。そういった生活を続けていると、いつの間にか驚くべきことが起きていました。質素な生活を続けて、貯金は200万円。質素な生活で貯金が200万円。毎月両親からもらう10万円で、なんと貯金が200万円ほどになったそうです。プロに入ってからの一番高い買い物は、移動の時に着用する10万円のスーツだと言います。そんな彼の唯一の贅沢といえば、コンビニで買う大好物のチョコやソフトクリームなんだとか。オフに里帰りしても友達と飲みに行くことはほとんどないそう。プロ野球選手としての身体作りを優先しており、それを犠牲にしてまでお酒を飲みたいとは思わないようです。本当に物欲がない大谷選手ですが、その分野球には全てを費やしているようです。ひたすら野球に打ち込む。あえて趣味を言うなら読書だという大谷選手ですが、読んでいるのはトレーニングの本。練習メニューを任されている大谷選手は、専門的な本を読みトレーニングの組み方を考えているのです。野球に関しては、どこまでもストイックなようです。4年目となる今年は、チームに入ってきた後輩たちに、食事をおごりたい、と言っているそう。大谷選手の質素な生活に変化が見られるのでしょうか。これまでの大谷選手の活躍の秘密は、普段の生活の質素さにあるのかもしれませんね。ほとんど全ての時間を野球に捧げているそのストイックさを保ちつつ、さらなる活躍を期待してしまいます。日本、いや世界を背負うような選手になってくれることを願うばかりです。